ボールの上に両足立ち5秒、ボールの上に両足を乗せるんですが少し難しいのでお父さんお母さんに手伝ってもらいましょう。お父さんとお母さんに手で支えてもらいながら1、2、3、4、5、うまくボールの中心に足を乗せるのがコツです。ボールの上に座る5秒、できる、できる、 You can do it。失敗しても諦めずに頑張りましょう。また下ワンバウンドキャッチ、左右替え6回チャレンジしてみましょう。足を肩幅より少し広く開いて、前と後ろでボールを挟みます。ボールを落として入れ替えながらキャッチします。これをなるべく連続で1、2、3、4、5、6、バランスを取りながら手をしっかり入れ替えられるように頑張ってみてください。また下ワンバウンドキャッチ、前後替え。足を肩幅より広く開いて腰を落として両手でボールを持ちます。前と後ろで交互にキャッチができるように、これも連続で1、2、3、4、5、6回チャレンジしてみましょう。頑張ってください。寝て投げて起きてキャッチ、ポイントは寝た状態からまっすぐ上に投げることです。このようにいいところに投げれば簡単にキャッチができます。天井がお家は低いと思います。なので中でやる場合は座った状態から素早く立ち上がるのがポイントになります。ぜひ挑戦してみてください。ワンバウンドジャンプキャッチ、ボールを手で持った状態から通して飛び越えてそのボールをキャッチします。できる人は左右両方で、挑戦してみてください。読書に取り組んでみましょう。普段は本を読まない人も、何か自分の好きな、ジャンルのものからで構わないので、せっかく時間がある今有効活用して、いろんな本を読んでいろんな知識を身につけてください。